えー、産経新聞、海上自衛隊が、えー、武力攻撃事態訓練へと、はいまあ、武力攻撃実態というのは、まあ、実際に外国に攻められて、<laughs> まあ、自衛隊が、ね、あらゆる手段を持って、えーその、日本侵略を阻止する場面ですね。えー、ちなみにこの武力攻撃事態という言葉の説明がここにあるので、これからまず読んでいきたいと思います。 日本への武力攻撃が発生した場合や、発生する明白な危険が切迫している場合に認定され、政府は陸、陸、えー、着上陸進行、えー、弾道ミサイル攻撃、ゲリラ特殊部隊による攻撃、航空攻撃の4類型を想定している、自衛隊の防衛出動に向けた手続きとして、政府が、えー、対、えー、対処基本方針を閣議決定し、国会で承認を得る必要がある。 緊急時には国会の事後承認も認められるということです,、ね、ですから自衛隊の防衛出動に向けた手続きですから、まあ、どういう。 状態でで防衛出動ができるのか、はいえーまあ、その、ね、一つの類型として武力攻撃事態というのがあるわけですね。で武力攻撃事態も今いく,いくつで実際に武力で日本が攻撃される場合ってどういう場合か、まあ、一つは弾道ミサイルが飛んでくるそれはそうですよね、えー、あとはもう敵の、ね、艦隊がやってきて上陸作戦を展開する、えーまあ、航空攻撃長距離爆撃かもしくは戦闘機が発艦してです、ね、あのあの航空防艦からそして日本が直接攻撃される。 えー、あとはこの、えー、ゲリラ、特殊部隊による攻撃ですね、まさにこれはあの空母、息吹のザ・グレート・ゲームの今、進行中のです、ねまあ、川口海二さんの,あの漫画ですけれども、えー、ある日、えー、ロシアの特殊部隊があのレブン島と稚、えー、内にある自衛隊の施設をです、ね、いきなり強襲するというです、ね、闇夜に紛れて、えー、こういうような、ね、特殊部隊による攻撃ですよね、まあ、大体これで、えーまあ、まあ概ね。 えーまあ、ちょっとサイバーとか入っていませんですけどね <laughs>、えー、そういう状態です、はいで、そういうことが起きたときに、えー、武力そ,その状態は武力攻撃事態だという事、ね、態を認定するわけですね、そしてその次にあるのが、えー、自衛隊の防衛出動、はい、防衛出動というのは、えー、もうあらゆる手段を使うことができると、それこそ、ねえー、イギリス艦にしても戦闘機にしても、ね、敵の。 ねえー、あのこの先、日本の領空ですよとかじゃなしにもうなんならもう撃ち落としていいという、ね、武力攻撃自体あらゆる手段を使ってとにかく敵の、えー、日本侵略を、あのー、阻止するというです、ねまあ、これが防衛出動なわけですね。<laughs> はい、ちょょっと読んでいきましょう 浜田防衛大臣は3日の衆院予算委員会で政府が昨年末に新たに決定した国家安全保障戦略などの安保3文書を踏まえ日本が直接攻撃を受ける武力攻撃事態を想定した海上自衛隊と海上,安海上保安庁の共同訓練を早期に実施する方針を示した有事の際に防衛大臣が海保統制下に置く統制要領の作成を進め共同訓練を通じて検証する考えも明らかにしたはい まあ、こんなもの50年前からやってなきゃいけないことだと思うんですけどもようやくここへ来てですよ、まあ、これだって安倍さんの、えーね、仕事ですよ。うん、あの結局ねあの、えー、集団的自衛権、えー、のことでね閣議決定がありまして、ねえー、安保関連法案ができ でその流れでこの安保三文書の改定というふうに流れてきているので <laughs> まあこれは安倍さんが敷いたラインでもうずっと準備してきたこれが今形になったということなんですよねはい、えー、もうちょっと先まで読んでいきましょう三文書のうち最上位に当たる国家安保戦略は安全保障において海上法執行機関である海上保安庁が 担う役割は不可欠海上保安能力を大幅に強化し体制を拡充すると明記し 自衛隊との連携協力を不断に強化するとの方針を掲げたまた保有すべき防衛力の水準を示した防衛力整備計画では自衛隊と海保の連携を強化する必要性に触れた上で武力攻撃事態時における防衛大臣による海上保安庁の統制要領の作成や共同訓練の実施を含め各種の対応要領や訓練のえ充実を図ると踏み込んだ浜田氏は3日の衆院予算委員会で海事と海保が連携を強化することは極めて重要と強調 政府が統制要領の作成を進める背景には中国の海洋進出への危機感がある海保は中国船の航行が常態化する尖閣諸島周辺の警備で重要な役割を果たしており防衛大臣の統制下に入ることになった場合は漁船の保護や住民の避難などの任務を担うことが想定されるただ海保はあくまで警察機関であり 解放法25条によって軍隊として組織訓練されまたは軍隊としての機能を営むことを禁じられている自民,自民党内などには25条が自衛隊と解放の連携の障壁になっているとの意見も根強い統制要領作成をめぐる議論では解放の非軍事性との整合性が焦点の一つになりそうだということなんですいやこれはもうねあの海上保安庁法 変えなきゃダメです、ね、だってこれ25条おかしいでしょ軍隊として組織されてはダメ軍隊として訓練されてもダメえー、軍隊としての機能を営むことがダメって言うんですよなのに有事には海上自衛隊の統制下に入って一体として運用しろっていう風に今なってるわけですけどもそもそも矛盾してるんですよね だって普段からね、連携の訓練してるから連携できるわけで、連携訓練したらそれ軍事訓練じゃんってことになって、海上保安庁法違反になるわけですから。ですから、あの、これ無理ですよ。はい。もうこれはこのね、自民党内で議論があるって言いますけど、もう25条そのものを廃止。いや、むしろ逆ですよ。有事に備えて、軍事訓練をするだ。ね。 そしていざとなったら軍隊としての機能を破棄するとこう書かなきゃだめですよ。はい <coughs> えー、なので、えー、まあね、えー、せっかく防衛3文書を書いてそして実際にこれね武力攻撃自体訓練をすると訓練へともうまあ戦後し直後は無理だったとしてもここ50年何をしてたんだって話ですよ。えー ですからいざという時には、ね、あの武力攻撃事態になったら海上保安庁も、ね、自衛隊の指揮下に入るわけですから、えー、その時にです、ねえー、ちゃんとお海上自衛隊の指揮命令系統に従って一心乱れなくです、ねえー、海上保安庁もあの統制、えー、取って行動を取らなくてはいけないわけですからですから、普段から、えー、こういう、ね、あの <laughs> 統制の要領 といいうものをこれからら作るらしいですよだから統制要領もなかったわけですからね、えー、統制要領を作って、えー、それで <coughs> 一体となって動けるようにするという、ですねで中国はもう完全に、まあ、海,上海,海上法執行機関である、まあ、海の警察といえば中国は海,海警というね。 海の警察の、K、と書いて海警という組織があって、まあ、こちらは海上保安庁の,、ねえー、の隊になる海警というのがあるんですけどももうすでに中国は何年も前にその海警は、えー、人民解放軍の統制下に置いているんですよ。はい、それで、えー、軍人が退役したら海警に行くわけですよ。 そういうふうにしてですね一体として運用するようになっているそしてえー、っと中国軍まあ正確に言うと中国共産党軍ですね中国共産党軍の艦艇が古くなったら白く塗って海警として使うわけですねですから、えー、軍も海警も、えー、同じ船を使うそして同じ文化そして乗組員も元軍人が海警に乗り込んでいる えー、ですから、いつでも一体として行動を取れるようになっているわけなんですね、えー、ところが日本ではどうなっているかというと自衛隊の艦艇というのは海上保安庁に降ろされることはないんですねもったいないんですよ、えー、軍事レベルで作ったものですからまだまだ使える段階で、ねあのー、潰すわけですよ <laughs> で海上保安庁なんて もうこれ、もう使えないだろうって言ってもさらに何でも使うわけですからね。えー、ですから、もうせっかく軍事レベルで作っているものなんだからもうね、えー、どんどん作っていって新しいもの入ってきたら古いものを堆積させて、えーえー、海上保安庁 で使うようにすればいいわけですけれども、それをしてこなかったわけですよね。そして海上自衛隊の OB が海上保安庁で、えー、なんか仕事をするっていうことも、えー、ないわけですよね。で、まあこれは井上和彦和彦さんがおっしゃってましたけども、あの燃料が違うってわけですから。じゃ、で、いや一緒にしとけよって話なんですけれども、えー、わざとですね、いや私たちは軍事組織じゃないんだと、海上自衛隊とは違うんだ。 警察なんだっていうことでわざと違うものにしたって言うんですよね、こんなんだ統合的に運,運用なんかできませんよ、えーえー、だからもう燃料がね、えー、だって、えー、海上自衛隊は重油ですよね、B 重油とか C 重油とか使ってるわけですからあとガスタービンもありますけどもね、なんか燃料を統合しなければもう全く話にならないですからね。 えーえーえー、これまではね私たち警察なんで全然違う組織なんですよで済みましたけども今はそうではない中国がどんどん実力をつけてきて実際に日本の海が侵されているわけですから、えー、これはもう開示と開放というのは、えーね、同じ文化にしなきゃいけないしだから掛け声とか無線で連絡したってまず用語が言葉が違うんですってだからまず会話が成り立たないらしいんですよ。<laughs> こっからはえ もうね自衛隊 OB がどんどんね、えー、まあ例えばね、ほら自衛隊って幹部になるとえ65までいきますけども、まあ大体普通はあの特別上の幹部にならなければね、幹部って言ってもそのあの、えー、まあ幹部の中の上上高級幹部ですね、高級幹部にならなければまあ50歳とか55歳で、えー、退官するわけですよ。50歳55歳ってまだまだ。 一番いい感じですよね。えー、ですからあの例えば自衛隊の場合、まあ高級幹部にならない人はだいたいあのどっかの、えー、護衛艦の艦長とかでまあ大官になるわけ。55歳で大官。 だったら55歳で海上保安庁の船のね、えーえー、っと、巡視船の艦長すればいいわけで、あと5年とか普通にできますよね。で、その後はですね、<laughs> さらに上のポジションに上がる人もいてもいいわけですから。ですからもう基本的にもうもう、こう決めちゃえばいいんですよ。ね、海保の船は可能な限り自衛隊のお下がりを使うと。はい。だから、 今まででで以上にね、早く使えばばいいいいんんんんす。すその分どんどん作ればいいんですよ。無駄にならないんだから解放で使うわけだからそうすると自動的に解放大きくなっていきますでしょで解放もあの船員を、えー、と要請していけばいいわけですよねそして自衛隊のまあ海上自衛隊の人たちはもう50歳55歳で退官したらまずね 開放に行ってほしいと、えー、そういうような流れを作ればいいんですよで常に一緒に訓練していれば言葉も徐々にね、えー、統一されてきますしはい。そして今後ねだからお下がりを使えば同じ燃料ですからあとねあの例えば えとほら護衛艦も何とか型、何とか型ってありますでしょで、3番艦、4番艦、5番艦とか作るじゃないですか、で1番艦、2番艦古いものから古いものから退役して海上保安庁で使う、そうするとまだ、ね、同じ型式なんだけど、5番艦、6番艦、7番艦がですね開示で使われている場合、部品が共用になるわけですよ。何とか型の この部品って言ったら、はいよーって言って自衛隊が持ってたりするわけですから。なんなら自衛隊の、あの、えっと、うん、あの、施設で整備だってできるわけですからね。はい。ですからまあ、そういう風うにして一体のものに、これからしていかなきゃいけないんですよね。はい。というわけで、うん、遅いですけどね、これから統制要領を作るわけですよ。これから初めて、<laughs> よろしくお願いします。初めまして。みたいな。 外国の軍隊じゃないんだから、めましてで、ねまあ、ですよね遅、まあ、きに死し,した感じはありますけども、まあ、非常に重要なことですからね、えー、同じ文化でいざとなったら一体の組織として動けるようにね是非頑張っていただきたいと思います。はい